ブラン学級代表白髪ルイスさんに婚約破棄され、ノワール学級代表黒谷神夜明さんに求婚された。数日後というわけで、はい、俺の婚約者。夜明け本気で言ってます？ああ、もう決めた。どうしてこんなことに。双葉スズラン、ブラン学級で有名な絶世の悪女、小中学時代から教師と揉め事、実の妹に対するいじめ。やっぱり噂はこっちにも届いてるのね。最近だと白髪ルイスをたぶらかし、ま、要は俺らと繋がりたいだけの軽薄な女だろ。玉の輿に乗れるとでも思った？浅ましいね。確か入学式で黒谷神さんと一緒にいた。確かに綺麗な顔はしてるけど。話して。はあ、僕こういう女一番嫌い。もういい、二人とも戻れ。行こうぜ。嫌われるのは慣れてるはずなのに、どうして未だに傷つくのかしら。まったく、白子もユキとも気が短いんですから。ふん、ま、そういう私も反対ですけどね。何か言い返したらどうですか？泣いて同情を誘うのは得意でしょ。私が何か言ったところで、あなたたちは信じるの？誰かに期待して。裏切られるのはもうたくさん。はあ、まったく、夜明け、あなたの立場も考えてください。魔王である首相の一人息子なんですから。おや、知らなかったんですか？黒谷神夜明け、ノワールのトップで、能力、頭脳ともに魔族の中でも最強クラス。ま、由緒正しい悪魔族でとんでもないお坊ちゃまですね。それがこんな外分が悪い人間の女性と婚約なんて、とても認められません。そんなすごい人だったの？俺はしてもいいと思ってんだけどな。ということで、スズランさん、夜明けのことは諦めてもらえませんか？諦めるも何も。魔族に求婚されたら断れない。人間の私に選択肢なんてないんでしょ。もういいわ、好きにして。こんな自分勝手な人たち、私には手に負えない。はあ、噂通り高飛車な女性ですね。噂ね。何ですか？そんなに気に入らないなら調べてみれば、あいつのこと。動画を見てくれてありがとうポス。グッドボタンやコメント